大麻のオイル投与2日後に初めて言葉を発した自閉症の9歳の少年の話です。プエルトリコに住む少年カレル・サンティアゴ君は生後10ヶ月で稀な小児がん神経芽細胞腫と診断され、そして手術抗がん剤治療放射線治療を受けて2年以上過ごしてきました。その後次の診断がされました。重度の非言語的自閉症と、彼の両親は自閉症の子供に教育を行う集中講座を受けました。また様々なスクールや治療法を試し、最終的には自宅の近くにある独自のサークセラピースクールで素晴らしい成功を収めました。それから両親は生活を急速に変える治療方法を思いついた小さなオイルの入ったボトルを持ち帰りました。ボトルの中身は転換や自閉症の症状を目覚ましく改善することができる CBD オイルというカンナビジオールが多く含まれたオイルでした。カレル君には1日2回経口でオイルが投与されました。そしてなんとわずか2日間のオイル治療でカレル君はとうとう話し始めたのです。父親のアビエルさんは、カレルは学校でアエイオウという母音を発声して私たちを驚かせました。全く初めてのことだったのですから、カレルの声を生まれて初めて聞いた私たちは驚きと嬉しい感情でいっぱいになり、とても素晴らしい瞬間でした。教師が彼の声を録音し、私と妻に届けてくれました。これまでと違うことをしたといえば、 CBD オイルを使っただけだと私たちは学校に伝えました。カレル君のエピソードが少しでも多くの人の人生を楽なものにするためにも、多くの人にシェアされることを願います。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。